今回はたまーに食べたくなる料理を作っていこうと思います。それはチューリップの唐揚げ。こちらを作っていきます。今回使うのは特売品で購入した手羽元 100g で55円でした。あとは楽したいので日清の唐揚げ粉こちらを使っていきます。それでは始めていきます。最初に手羽元の骨と筋を切り離していきます。自分はこちらの作業がうまくないので何度も切っちゃっているんですが。 うまい人は上にスッと1回だけで切れるみたいですでやっと筋が切れたのでくるっと肉を回してチューリップみたいにしていきますであとはこの作業の繰り返しになります今回は軟骨部分切っちゃったんですが切らないでそのまま揚げるとコリコリした食感を楽しめますで全部切り終わったので唐揚げ粉の袋を切ったら袋に粉を入れたら手羽元を入れてよーく揉んでいきます で、揉んでいたら、ジッパーが外れちゃいました。で、そのまま壊れちゃいました。で、別な袋を用意したので、そちらに入れ替えて、再度、よーく揉んでいきます。自分はもう一度、そこに粉を入れて、再度揉んでいきます。で、今回はこのまま1時間ほど、冷蔵庫で馴染ませます。で、1時間経ったので、鍋に油を入れていきます。で、温度をちょっと測って、 適温になったら手羽元入れていきます。で、自分はじっくり揚げる派で中火より小さい火で10分以上かけて揚げていきました。それでは一個一個出していきます。出来上がりはこんな感じ。それではテーブルの方に移動したいと思います。で、全然関係ないんですが、ちょっとサラダ持ったので個人的に好きな業務スーパーのサウザンドレッシングかけていきたいと思います。結構好きで毎回買っちゃってます。で、もちろんご飯も用意してあります。それではいただきます。 今回は手軽に唐揚げ粉を使ったので綺麗な仕上がりになっていますそれではいただきます今回中までちゃんと火が通っていて咲くジュワでうまいで今回は中火よりちょっと小さいぐらいの火でじっくりゆっくりと揚げていきました唐揚げのコマーシャルでも言うような外はカリッと中はジューシーな仕上がりになりました衣もしっかりつけたのでご飯のお供にもなりますし夜のお酒のおつまみにもなったりしますと言ってる間に全部食べちゃいました ごちそうさまです。おいしかったですということで今回は適当料理チューリップの唐揚げを作ってみましたまた次回も適当料理作ったらご紹介したいと思いますお時間あればご視聴ください